はい、今回はですね、すごいこうちょっと、車業界で、バズってるというかあれやけども、うん、その、ランドクルーザーの300系というんですか、300、はい、はい、通常ランドクルー300、はい、でこの車が今、つい先日までね、はい、2年待ちやったっていうようなことが、うん、直近で4年待ちに変わり、はい、はい、そして今現状ではもうご注文停止っていうような形でトヨタのね、はいはい、公式ホームページでこうアナウンスされてると、はい、コロナ禍もあって、生産が追いついてないという状況もあるとは思うんですけれども、うん、そのぐらい、人気があるということですよね、はい、でこのランクルース300っていうのは、はい、トヨタがね、十数年ぶりにフルモデルチェンジしたと、うん、はい、うん、そしてこのコンセプトが、ランクルってこうどっちかというとこうトラック仕様というか、うん、オフロード仕様というかね、はい、そういうちょっと作りじゃないですか、はい、それが今回の、フルモデルチェンジしたランクル300というのは、はい、そこにね、やっぱりその運転されている方が長時間運転しても疲れない、うん、でそして安定感、はい、安心感があってこう高級感があって、スマートに運転できるということも加味して、うん、そのオフロード仕様のそういう部分も、うん、これまでのランクルの予算に加えてそういったような高級感のようなね、SUV 的な、はい、そういった要素も組み込んで、はい、トヨタさんがもう気合を入れて制作したと、うん、こういうようなものらしいんですよね、はい、はい、で例えばそこそこ、グレードのいい形で、800万弱ぐらいすると、はい、でそれのグレードのことを加味して例えば、外国の車でよく乗ってあるじゃないですか、うん、はい、そこをそのグレードで考えたら、はい、外車やったらそれはもう1200万から1500万ぐらいするような、はい、そういったようなグレードのこう価値になってるわけですね。あ、そう、800万弱で聞くと高いですけれども、その観点で考えると非常にこうリーズナブルというかね、コスパがいいということになりますよね。あ、そんだけの外国車やったらそんだけの値段がするのに、うん、言ってしまえばそんだけの高級感あるような車で、はい、その価格っていうのは非常にコスパがいいと、はい、うん、付け加えて、ほんで、安心のね、トヨタさんなんで、そういったような、うん、形になっているということで、はい、うん、非常にフルモデルチェンジして、ランクル300っていうのはね、はい、っていう状況らしいんですけれども、街中で見たりしたら、発売当初はもう全然見なかったんですけど、はい、ここ最近はちょくちょく走ってんの見ますよね。やっぱ見た印象はデカっていうのがもうすごい、なんか真正面から見たらもうインパクトがすごいなっていうのがあるんですよね。確かにね、顔が結構変わってますよね、うん、モデルチェンジして、シンプルなんですけど、結構威圧感が、顔がすごくいかつい、大きい顔で、でも見た目ね、そういうふうなゴツゴツしてるように思いますけれども、先代のランクルよりも、実は、200キロぐらい、軽くなってるんですね、車重が。はい、そうなんです。ここからこう精密にいろいろね、開発して、軽量化もだいぶ測ってるってことですね。一見大きく見えますけど、そういう形でね、はい、軽量化されてると。はい、でこうやっぱりトヨタのね、エンブレムの場合なんで、このエンブレムも大きいんですよ。はいはい、だからこのエンブレムもサイズが選べるんですね。大きいのもあれば、エンブレムはもうちょっと小さいのがあったりとかっていうような、そういったようなこともあったりするものなんですね。はい。ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。